皆様、こんにちは。香港から伝える中国のリアル。本日は、足元の中国株式市場について、日光アセットマネジメント香港リミテッドの山内さんにいろいろと伺っていきたいと思います。では、山内さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。足元なんですけれども、中国の株式市場、かなり下落していますね。そうですね。実は前々からですね、今年の第2四半期っていうのは調整のタイミングなんじゃないかと言われてはいたんですけれども、それが少し早く来たという感じですね。で、中国市場の調整は2月の中旬の旧正月前とその後で見ますとトレンドが非常にはっきりします。旧正月の前までは好調だったのが、その後になるとかなり違ってきています。で、米国はちょうどこの時期に、金利が急上昇したことを受けまして、ナスダックを中心にしたハイテク株が調整をいたしました。で、中国の調整も当然米国の影響というものを受けています。金融緩和で株式市場のバリエーションが上昇しているのは世界共通ですから、その中心の米国が動揺するとですね、中国としても影響を受けざるを得ないということですね。ただアメリカの場合は、それでも3月の第2週ぐらいになると少し戻してきたりしているのに対して、中国市場はそこの戻りもやや弱いと。ですので、ここにはやはり中国自身の理由があると思います。その理由、一言で申しますと、経済回復のピークアウト、それに正常化への懸念だと思います。で、経済については引き続き拡張段階にありまして、特に輸出などはですね、市場の予想以上に強いんですけれども、昨年末ほどではなくなってきていると。加えまして、経済が良くなるとどうしても政策も緩和から元に戻るんじゃないかというような懸念というのは、前々からあるんですが、それがやはり強くなってきていると。で、実は中国政府としてまだ金利を上げたわけでもないんですし、何もしてないんですけれども、市場の方は先回りをしてバリエーションの調整に入っているということだと思います。で、このあたりはですね、まだコロナの対策で大盤振る舞いをしておりますアメリカと比べますと、やっぱかなり違うと。中国はすでにステージが変わってきていると言っていいと思います。中国市場というと、過去にも市場の変動は大きかったんですけれども、今回も一旦下げ始めると、ずっと下げ続けるっていうことはないでしょうか。中国市場、確かにボラティリティは結構大きいですよね。過去の中国市場の調整と比べてみたいと思います。で、大きな変動という意味では、2008年、それと2015年、このあたりに大きな山があるんですけれども、その2回はその前の段階を見ていただきますと分かりますように、いずれも急騰する局面があります。急激に下がる前には急激に上がる局面もあったということですね。で、2007年については、上海の市場を見た方がいいんですけれども、2006年の1月から2007年の10月のピークぐらいまで、2年弱ぐらいの時間で指数がざっと5倍ぐらいになっています。で、2015年については、これは深センを見た方がいいです。底値がだいたい2014年の4月末ぐらいなんですが、で、高値が2015年の6月ですから、1年とちょっとですね、この期間で指数がやはり3倍になっている。で、足元はと申しますと、直近の底値が、深センが2018年の10月ぐらい、上海が2019年の1月ぐらいですので、高値に来ているのは今年2月19日ですから、だいたい2年余りぐらいの時間ですね。その間にどれだけ上がったかというと、上海は 50% しか上がってないんですね。で、深センは上がってるんですけれども、それでも2倍の水準にしかなっていない。中国国内では市場全体が過去の大幅な下落局面のように下げるリスクはないと言っていて、そこはコンセンサスなんですけれども、実際過去と比べても足元のマーケットってそこまでは上がっていないというのが実態だと思います。では、この局面が反発する材料っていうのはあったりするんでしょうか。はい。中国市場はなかなか短期の材料に注目してボラティリティが高くなるというところは多いんですけれども、最後に注目するのはやっぱり企業の業績なんですね。で、実際中国の過去のマーケットを見ていても、企業の業績というものに大きくリンクをしていて、そしてそれは GDP とかなり関係をしています。この図でご覧いただきますと、青い線というのが企業の業績を示していて、赤い線というのが GDP なんですけれども、この赤い実質 GDP だとちょっとわかりにくいんですが、このオレンジ色の名目 GDP で見ますとですね、緩やかにリンクしていると
ということがご覧いただけるんではないかと思います。で、足元の局面はどうなっているかといいますと、 GDP というのがこう急激に回復しているところにありますので、当然企業業績もこれに従って上がっていくということが期待されているわけですね。で、本土企業の2020年の企業業績の発表は4月まで、これが決算発表のシーズンなんですけれども、ここのところではもうそれなりにこうなるだろうという予想が出ていて、さらに2021年ですね、今年の水準に関しても大型株である CSI 指数ベースで見ると19%ぐらい増益が予想されていると。これはヒストリカルで見るとかなり高い部分水準に属しています。ですので、まあその通りであるならば、結構株価の調整というのもいいところまで来ているという見方もできるんですけれども、おそらく足元はこの予想している業績というのが本当にそうなのかというのを確かめたいという気持ちがあるのではないかと思います。本土の証券会社なども、まあ、反発のチャンスとしては4月の業績が出終わって今期の予想が調整される頃を一つのタイミングと見ているところは多いです。では、マーケット以外に何か材料はございますでしょうか。はい、ちょうどこの3月というのはですね、中国では国会にあたる全人代というイベントがある月なんですね。ちょうどそれが3月の初めに行われたところです。で、この会議では今年の成長目標として 6% 以上という数字を中国政府は示しています。で、この数字は IMF の予想の 8.1% と比べますと、まあ、かなり低くてですね、ちょっと意外感がある数字ではありました。ただ市場はその後この数字自体はあんまり気にしなくてですね、実際大手の証券会社のエコノミストなども成長予想をさらに 9% に引き上げていると。これはまあ輸出が予想以上に好調だということが理由なんですけれども、そういったところもありますので、ここの 6% はそんなに気にしなくていいんだろうと思います。で、この成長目標以外ではですね、今回5カ年計画というのを作ったんですが、その中では R&D ですね、科学技術の投入を毎年 7% 増やすという目標を入れました。で、中国は今、自主開発の科学技術に非常に力を入れています。米中対立が続いていることがもちろんその背景にあるんですけれども、まあ、今回の5カ年計画では、これまでとは違って、成長目標は作らなかったんですね。今までですと5年で何パーセントとか10年で倍にするとかいうのが入ってたんですけれども、今回はそれらを使わない代わりに科学技術については数値目標を作ったと。まあ、中国政府がこれから何に注目していくかというのが非常によく表れた計画だったと思います。で、この5カ年計画ではもう一つ、脱炭素についても頑張っていくということがかなり強調されていました。で、このテーマ、株式市場で言いますと、まあ、太陽光のパネルだったり、あるいは EV、電気自動車向けの電池だったりするんですけれども、おそらくこの幅はもうちょっと広がっていくんじゃないかなというふうに見られています。年初来のセクターの動きなんかを見てみますとですね、上昇しているセクターには鉄鋼ですとか、あるいは公共事業なんていうのが並んでいる。公共事業っていうのは電力会社とか、送電線を作る会社とかが入っているんですけれども、これらが買われている理由としては、まあ、経済が回復している、バリエーションが非常に低いということもあるんですが、同時にやっぱり隠れたテーマは脱炭素なんですね。ここに対してエネルギー多消費型の産業っていうのは整理統合が進むだろうとか、あるいは再生可能エネルギーを拡大するために政府から支援が出るだろうといったことが予想されているわけです。で、こういうトップダウン型の産業政策っていうのは中国非常に得意とするところですので、今後市場で新しいテーマがもっと生まれてくるんではないかと思います。5カ年計画のテーマになりましたので、脱炭素長いテーマになっていくと思います。山口さん、本日どうもありがとうございました。